別になんか手打ちはできそうですね。いずれにしましても、この方が愛を含んだことをおっしゃればおっしゃるほど、あなたがどんなに皆様の目の前で醜い人かっていうことを見せてるようなものだから、もうやめになった方がいいんじゃないか。いや、やめろやめないと私はパラサイト論はやめませんよ。もっとおっしゃったらいい。で、悪質なパラサイトになるって背景があるんですよね。それはどういうことかっていうと、まず嫉妬深いんですよ。ですから、例えばですよ、あなたほどじゃないでしょ、こういうね、監督夫人など監督がいいご主人がいるってことで憎いんですよ。自分がお金がない。私はね、はい、この方にお会いしたのは初めてこういう場面でお会いしたんですね。あとはね、パーティーの時にすれ違って、あと、いや、ご一緒に車の中でずっとあちらをね、美川さんとお送りしたことがございますよ。あの時車にいなかったわよね。はい、いや、今、あれ、あなた。あ、いたの？はい、あ、じゃあ全然気づかなかった。それは。もう、気づかないと思うじゃん。それは全然存在価値がなかったから分かんなかった。あんた分かってなかったのよ。だから、全然分かってなかった。お送りしたそうです。あ、はい、そうですか。で、この車の中の車だからちょっと分かんなかった。ネコロンビアのカーニングスの話はどうなったんですか？ネコロンビアだからネコロンビアで結構ですけれどもね、はい、私いってらっしゃいませんよね、野村さん。あなたはおっしゃったら皆様の前で あんまりそう言わない方がいいんじゃない？全然構いませんこと、構わないわけない、構わないわけないと思うよ。発表しました、事前の中に事細かにいろいろ書いてございますから。あ、そう、ご立派ですこと、ね、やっぱりね、俺たちはさ、みんな少なくともヤクザの世界選んだんだからさ、叩きは一つや二つ出てくるよ、うん、全員出てくる、はっきり言って、だけど、だけどその中で生き残ってきたんだよ。だからいかに生き残るかだよ、どっちが生き残るかだよ、それだけやってみればいいじゃん。うん、だけどさ、犯罪的な行為を犯したとかなんとかあったのかまた話は別だけどさ、うん、そうじゃない場合にね、それはね、やっぱりこれはいくらテレビでも公なんだよね、これで、その時にいろいろつついてやることはもう喧嘩なんだからさ、そしたらそれはもう2人でもう憎しみ合ってやるってことになっちゃうから。いや、じゃあ、この方がさっきお話ししたこと、全く事実無根ですから、こちらが私が人に書かせたとか、話が皆さん分からなくなるから言っておきますね。なす、あなたはその指針か怪文書か、それは実際来たものか、ここはまあどうとしても、あなたが勝手に怪文書とおっしゃってます。私は指針だ。じゃあ、まあ指針としましょう、一歩譲ってね。私ね、一つね、むかっぱら立つのはね、むかっぱら、うん、闇雲に人を取り上げて悪口を言うっていうことね。だから、ある時私も、ああ相当私が眩しく感じたのかなと思う、妬みひがみそねみかなと、そう思いながら解説つけてきましたけれども、パラサイトっていう言葉をその酒井さんがお使いになって、果たしてこの人がパラサイトかどうか、私はされてないから分かりませんよ、ちょこちょことまあ言われてますけれども、しかし実際今このパラサイトを言った言わない、その消費的とかなんとかって、うん、やってますけれども、私はお願いしたいのはね、私200日去年やられましたよ。これに対して一番儲けたのはあそこにいるあの男よね。いっぱいあげたって言ってた。これはね、あなたがだっていろいろ悪口は全部おっしゃってるじゃないですか。例えば誰が醜いだろうなんとかって、それはね、それはいろいろあった後で。どうぞどうぞ、何を儲けた、黙なさい、やる、いや、何を儲けたんですか、とか、それだけ失礼な話っていうのはね、だけどまあいいのよ、あなたはそういうふうなものの、例えば人に対するね、うん、そういうものの言い方が問われるわけですよ、世の中。いいじゃない、問われたって、あなたが取ってた、私はいいんですよ、200日やられたって、かっこよくね、私は健在ですから、かっこよくおっしゃるなってこと、あとはどうなんですか、健在ですね、野村さん、すみません、いや腹が立つに決まってるじゃないですか、あなた、ギャンギャンギャンが夜明けだ、ちゃんちゃらちゃんちゃら、あなたがやられてた、他の人だったらとっくに自殺してますよ。これでもか、これでもかってね、ちょっと黙って引いてよ、これでもか、これでもかってね、いろんなことで殺しに来てね、今日ここへ来て、私さっき、なんだっけ、美川さんに言われたけど、健在ですよ。だからそういうのも面白くないと思うのよ。じゃあ、ここでですね、はい、美川さん、はい、大人だったらもうちょっとここでもう譲ろうかっていう気持ちで、やっぱりおやめになった方が私はいいと思うの。ただこのまんまね、お互いに一緒、またどっかの番組で会ってもう言い合いっこしても無人と言ったったんだ、これ結果出ないよ、二人きりになってこなくて。ね、美川さん、それをね、あちらにおっしゃってくださいよ。私はね、終結宣言一回したんです、去年のいつ頃、
頃だったか、ちょっと忘れましたけどね、にもかかわらず、この方がしつこくしつこく食い下がって食い下がって、うん、もうテレビに出るたんびに私のこと、もうとうとうとお話しなさるわけです、うん、今もね、そういうね、全く事実無根のことをね、とうとうとお話しなさる。今の美川さんの言葉を2人にかけてるんですよ。だからですから、あったかいアドバイスをしてくれてるんですよ。だからデビーさんに私は一つだけ言いたいのはね、いろんなタレントのことを言うのはじゃあいいと、あなたも仕事のためにやってるんだろうから、あったかい言葉で何か辛辣に言っていいと思う。あったかい言葉で最後救ってあげてこそ、あなたの今までの苦労が生きるんですよ。あのじゃあこの大きなお世話ですよ、うん、私救ってあげてる方、褒めてある方、芸能界で働いてるわけでしょ。いやいや芸能界以外何もないと思います。芸能界で働いてらっしゃるのよね、そういうふうに一生懸命あしらがおっしゃってます。でもそうでしょ。でもさっきね、茶の間が思いますよ、タレントデビと書かれて、書かれただけ良かったじゃないですか。普通だったら極むのタレントって書かれるんですよ。だからそういうとこ返したから、21世紀になるのは、ね、でもあのこれからね、はい、やっぱり日本において仕事してらっしゃるんだしね、そうですよ、ええ、やっぱりこういうその言い合いっていうのは、私やっぱり同レベルに下げてほしくないなと思うし、美川さんにしても苦しい話ですよね。苦しいですよ、あれが精一杯だと思うのよ。やっぱりあの夫人とはもう古いお付き合いだし、精一杯だと思うのよ、美川さん。でやっぱりあのデビーさんのとってもあのただね、あのこう正直すぎちゃって反対になんかあのここに溜めてられない、だから今日はすごく我慢っていうか、自分も本当は言いたいこといっぱいあると思いますよ彼女は。でもやっぱり私はこうやって夫人はふっとしてる方が私は好き。でも結構いい時間にはなってると思う、